どうも皆さんこんにちは。私、税金で収入がパージされまくりおじさんことウォルモットと申します。本日制作するのはこちら、プラマックス四季並アスカラングレーです。プラマックスシリーズでは前作のマリーラストリアスに続く2作目、マリーに関してはこちらの動画で制作しておりますので、ぜひそちらも視聴いただけると嬉しいです。それでは早速開封していきましょう。ランナー数は1、2、3、4、5、6、6点となっております。ランナー数がそれほど多くないので、初心者の方でも制作しやすいんじゃないかなと思います。そしてこのプラマックスシリーズですが、一部のパーツが塗装され、このようにデカールが貼られております。それでは制作に入っていきましょう。今回はパーツ数がそんなに多くないので、一度全部のパーツをランナーから切り出してから、アルティメットニッパーを使って二度切り、さらにデザインナイフを使ってニッパーで処理できなかった部分をきれいにしていきます。あらかたのゲートの処理が終わったので仮組みしていきます。前回のマリの時は仮組みの際にパーツがかなり緩かったんですが、今回のアスカに関してはそんなことはありませんでした。普通に組んでもポロリすることがないので、環境によって接着剤なんかが使えないっていうユーザーの方にも安心して組めるキットになってるんではないかなと思います。今回は塗装をすることを前提に製作していくので、ダモに切れ込みを入れてパーツを外れやすくしておきます。そんなこんなでプラマックス四季並アスカラングレー完成となります。では全体を見ていきましょう。どうでしょう、毎回プラマックスシリーズを作ると思うんですけど、ただパーツをはめていくだけでこの完成度です。やばすぎますよね。色分けが徹底的にやられてますし、足りない部分はあらかじめ塗装がされているので、この状態で完成といっても問題ないと思います。いやー、しかし本当に驚かされるのがこのポージングです。アスカが髪をかき上げている仕草だと思うんですけど、これをプラスチックの塊で表現するっていうのがすごくないですか。プラスチックキットでは珍しい体が動かない非可動モデルではありますが、その非可動であるということを存分にメリットにしたキットではないかなと思います。サイズ感としてはだいたい10分の1程度、市販されている塗装済み完成フィギュアがだいたい7分の1程度なので、それよりは少し小さくなります。気になった部分としては、足と腕にできる合わせ目が少し気になりました。足の合わせ目は結構簡単に消せるんですけど、腕は構造上かなり複雑になっているので、ここは難儀するかもしれません。ここから先は一般の人は気にならないけど、モルモットおじさんの性癖によって気になった場所をお知らせします。まずはテスト用プラグスーツのこのボタンのような形状、ここはプラスチック成形のため少しモールドが弱いような気がします。もうちょっとパキッとしたモールドになってくれるといいんですけどね。プラグスーツは原作通りの綺麗な赤色をしているんですが、作中でもアスカが、このテスト用プラグスーツって見えすぎじゃない？って言ってたんで、もうちょっと見えすぎにしちゃいたいですね。それに伴ってこの胸部アーマー、見えすぎにするならこれはもうパージしてもいいんじゃないかなと思います。 OK OK。というわけで、これらの気になった部分を回収しながら、このプラマックスアスカを仕上げていこうと思います。それでは回収編行ってみましょう。まずは足の合わせ目を消していきます。合わせ目の部分をわずかに開いて、その部分に流し込み接着剤を流していきます。十分に接着剤が流れたところでパーツを押し付けて、接着剤がムニュッと飛び出せば成功です。
接着剤が十分に乾燥したところで飛び出した部分をヤスリで削れば合わせ目消しは完了です。腕の合わせ目は他のパーツを挟み込む際にできるので、この部分を接着してしまうと後の塗り分けが非常に面倒くさくなります。本来こういう箇所は後はめという加工を取るんですが、ちょっとこのパーツの形状だとそれが難しいので、ここは一旦合わせ目消しはやらずに内側のパーツを塗装した後で合わせ目を消していこうと思います。そしてその後で外側のパーツを塗装するという流れになります。テスト用プラークスーツについているマイナスモールドを回収していきます。今回はこのモールドをメタルパーツに置き換えていこうと思います。まずは元からあるモールドをデザインナイフで削り取っていきます。その後中心点に小さなドリルで穴を開けて、徐々にドリルの大きさを大きいものに変えていき、最終的には埋め込みたいメタルパーツよりも少しサイズの大きいドリルで貫通しないように穴を開けて、ゴッドハンドさんのスピンブレードを使って埋め込みたいメタルパーツと同じサイズの穴を成形していきます。これでメタルパーツが埋め込めるようになりました。今回は完全に埋め込むのではなく、少し飛び出させることでメタルパーツの存在感を出していこうと思います。頭部のセンサーの先にも同じようなモールドがあるので、ここもメタルパーツに置き換えます。とその前に、ここは合わせ目ができる箇所なので先に合わせ目消しを行っていきます。センサーから伸びる2本のアームのような部品ですが、後の塗装で色分けがしやすいように後はめ加工を行います。といってもここのダボを切り落とすだけで完了です。これで合わせ目消しのために接着した後でもこちらのパーツを取り付けることができます。では下準備も整ったので、メタルパーツへの交換作業を行っていきます。先端の緑の部分を切り飛ばしてしまえば完了なんですが、このような箇所は1箇所から切り進めていくと必ずと言っていいほど切断面が斜めになってしまいます。これを防ぐ方法としては、1箇所から切り進めるのではなく複数の箇所から切り進めることで切断面が斜めになることを防ぐことができます。先端の切り飛ばしが完了したら、メタルパーツには小さな突起がついているので、その部分を逃がせるように穴を開けていきます。最後に切断面をヤスリで整えてあげれば、メタルパーツへの置き換えは完了です。今回のメイン作業であるアーマーのパージをやっていきます。まずは胸部アーマーである黄色い部分を粗めのヤスリを使って削り飛ばしていきます。自然な形の胸の形を作っていきたいんですが、どうしてもアーマーの食い込んだ部分、こちらの部分がどうしてもへこんでしまっています。なのでここはミスター SSP 瞬間接着パテを使って肉盛りしていきます。パテの元になる粉に硬化剤を数滴垂らしてやると、こんな感じで粘り気が出てパテになってくれます。こちらを肉盛りしたい部分に乗せていきます。瞬間接着パテというだけあって、あっという間に硬化するので、この作業は手早くやる必要があります。1時間ほど放置すればあっという間にカチカチになるので、再度ヤスリで削って成形していきます。小さな傷やへこみを見つけたら再度パテを塗って、そして削る。あとはこれを延々と繰り返します。小さなへこみなんかはこれぐらいは大丈夫だろうって思ったりするんですが、意外と後で目立つことになるので、この辺はしっかりと処理をしておきたいところです。大体の形が出来上がったところで、今度はスポンジヤスリに持ち替えて成形時にできた傷を消していきます。今回は光沢で仕上げるので、まずは600番でヤスリ始めて、続いて800番、そして最終的に1000番で仕上げています。これで胸部アーマーのパージが完了です。一旦サフを拭いて状態を確認していきます。サフを拭いたところで胸の下の段差といくつかの小さなへこみがあったので、その部分を修正していきます。ここで使用したのはタミヤの瞬間接着剤イージーサンディング。接着剤でありながら、通常のアロンアルファみたいな接着剤に比べて完全硬化した後でも非常に削りやすいのが特徴です。こちらを気になる胸の段差に流し込んでいきます。ミスター SSP の瞬間接着パテは非常に使いやすいのですが、削っている際にポロポロと崩れ落ちることがあります。そのような観点からも、接着成分のあるこのイージーサンディングは
SSP の剥がれを防止しながら肉盛りができるので非常に効果的な組み合わせとなります。 EG サンディングが硬化したらあとはひたすらヤスリがけです。ヤスリがけが終わったらもう一度サフを拭いて塗装の準備をしていきます。サフが拭き終わったら続いては肌色を塗装していきます。今回は肌色の発色を良くするためにサフはピンクサフを使っているので映像では違いがよくわからないかもしれません。続いてはオレンジ色を拭いていきます。クリアとオレンジで割ったクリアオレンジを作ってパーツの端やくぼんだ部分に集中的に拭いていきます。逆にパーツの中央や光の当たりそうな部分にはこのオレンジを拭くことを避けることでオレンジ色の濃度の違いによってグラデーションを作ることができます。最後の仕上げにこのクリアオレンジを遠目からふわっと拭くことでこんな感じの肌が少し透けた感じのプラグスーツを再現することができます。最後に光沢クリアを使ってツヤを出してやれば胸部アーマーパージの完了です。腕の部分を製作していきます。ここは冒頭でも紹介したように後はめ加工ができない構造になっています。なのでここは先ほどボディーパーツと一緒にインナーパーツを塗装したのでこれをアウターパーツで挟み込んで再び登場のタミヤ EG サンディングを使って合わせ目を消していきます。合わせ目消しが完了したら先ほどのインナーパーツにマスキングを施して全体を肌色で塗装していきます。ここから先の作業は先ほどのボディーパーツと同様にクリアと赤色を混ぜたクリアレッドでパーツの奥まった箇所やシワになりそうな部分を中心にクリアレッドを拭いていきます。最後にふわっと赤色を全体にのせてやればこんな感じで少し全体が透けたような塗装が出来上がります。同様の技法を使って足も塗装を行いました。仕上がりはこんな感じです。塗料が乾燥したところでマスキングを剥いでいきます。今回はマスキングにマスキングゾルを使ったんですがパーツの縁に色が乗ってない箇所がかなりありました。なのでここを修正していきたいと思います。今回の修正方法はエナメルのレッドを吹き付けてからインナーパーツについてしまったレッドの部分をエナメル溶剤を使って拭き取ることで対応することができました。プラグスーツの赤色のベルト部分の塗装を行っていきます。今回の作業の中で一番大変だった部分です。この赤色のベルトの中央部分には黄色のラインが入っているのですがここの部分を塗り分ける必要があります。塗り分けの際に色の境が分かりやすくなるように既存の段差のモールドをさらに深く彫り直して視覚的にも分かりやすくしていきます。彫り直すとこんな感じになります。色分けを行うラインの幅は広いところでも2ミリ程度。これはかなり細かいマスキングになりそうです。そこで今回秘密兵器を用意しました。 YouTube にて模型動画を投稿されている小松模型さん、その小松模型さんがこの度マスキングテープを開発しました。これがめっちゃいいんですよ。こちらのマスキングテープを使って黄色のラインが残るようにマスキングしてエナメルのイエローを吹き付けていきます。マスキング自体は赤色と黄色の境界が分かればいいのでそこまでがっつりとマスキングは行っておりません。吹き終わるとこんな感じになります。当然ながら黄色がいろんな箇所に飛び散っていますがこれで問題ありません。マスキングテープを剥がすと色の境界が分かりやすくなるのであとはこれを目印にラインの部分は消さないように余分に飛び散った部分の黄色をエナメル塗料を使って吹き上げていきます。この黄色のラインがかなりのくせ者でボディに沿った形状のためかなり湾曲してるんですよね。普通のマスキングテープは伸び縮みしないためこういった曲線のマスキングはかなり難しくなります。そこで今回の小松模型さんの曲線追従マスキングテープ、テープ自体が伸び縮みするので曲線に合わせてマスキングすることができます。
似た商品でタミヤさんが曲線用のマスキングテープっていうのを作ってるんですけど、こちらは一番小さいサイズでも幅が2ミリなので、今回の作業で使うには少し太すぎるかなっていう感じでした。一方、小松模型さんの曲線追従マスキングテープの幅は 0.3 ミリ。かなり細かい部分でも作業しやすいので、非常に便利です。それでいて粘着性もかなり強いので、ポロポロと剥がれるようなこともありませんでした。購入はブース内の小松模型さんのお店で購入することができるので、概要欄に URL を貼っておきます。塗装するモデラーさんなら必ず1セットは持ってた方がいいと思うアイテムです。素晴らしいマスキングテープのおかげで、ベルトの部分の塗り分けは完了です。ある程度のパーツの塗装が終わったので、ここで一旦組み上げていきます。組み立てが終わったところでメタルパーツを組み込んでいくんですが、その前にエバーグリーンを使ってこのメタルパーツを塗装しておきます。金属パーツはラッカー塗料を乗せてもすぐに剥がれてしまうので、それを防止するために事前に金属プライマーを拭いて剥がれを防止しておきました。こんな感じの色味になりました。接着にはハイグレード模型用セメダインを使って接着を行いました。一旦別の場所に少量を取り出してから、爪楊枝を使って少量だけすくい取って接着したい場所に塗布することで、余分な接着剤のはみ出しを防止することができます。こちらの接着剤は塗装した面の上からでも接着を行うことができるので、こういった仕上げの場面で活躍します。加えて瞬間接着剤のように発火することがないので、クリアパーツの接着なんかにも使えると思います。これでボディの部分は完成です。続いては頭部を仕上げていきましょう。頭部の塗装をやっていきます。まずは髪の部分から。髪の毛の色の発色を良くするのと、あとは後々のハイライトの効果を狙うために、まずは一旦全てのパーツを白に塗り替えていきます。ここもボディーパーツと同様にオレンジ色をクリアで割ったクリアオレンジを使用して、髪の毛のモールドに沿って色をのせていきます。クリアとオレンジの比率はだいたいクリア8、オレンジ2ぐらいにしています。この調合だとなかなかオレンジ色が乗りにくいんですが、何度も重ね塗りをすることによって色を発色させていきます。だいたい私はグラデーション塗装するときはこの手法をとっています。なかなか発色しないので塗装にかかる時間は増えてしまいますが、その分色が濃すぎて綺麗なグラデーションになっていないなどのトラブルが減るので、初心者の方やグラデーション塗装が苦手という方にはこの手法はすごくおすすめです。モールドの深い部分だけを塗装してみました。かなりまだらに見えますが、今はこれで大丈夫です。先ほど作ったクリアオレンジにさらにクリアを混ぜて発色自体を悪くした状態で残りの部分を塗装していきます。この時の作業のポイントとしては、先ほど塗ったオレンジ色の周りの輪郭をぼかしていくようなイメージで作業を行っていきます。ハイライトの効果を狙って光の当たりそうな部分は元の白色を生かすために全く塗らないっていうのもありだと思います。アスカの髪色なんですが、結構いろんな媒体によって色が違ったりします。今回はガイアカラーのエヴァンゲリオンカラーアスカオレンジを使用してみました。さすがアスカの髪色のために用意されたカラーなので、ドンピシャの色合いです。仕上がるとこんな感じになります。今後はアスカの髪色を塗るときはこの色を使おうと思います。顔の塗装をやっていきます。今回も元あった単本印刷を活かしてアイペイントはやらずに仕上げていこうと思います。まずは全体をクリアでコーティングします。クリアが乾燥したところで、エナメルのピンクとエナメルのクリアを割ったクリアピンクを使って眉毛と瞳の間の部分、あとは顎下の部分など影ができそうなところに色をのせていきます。逆におでこや鼻筋のあたりの T ゾーンと呼ばれる部分には色をのせないように作業していきます。
色が薄めに発色するように調合していますが、さすがに何度も重ね塗りすると元の瞳の形なんかがわからなくなってしまうので、あらかじめこんな感じで目の部分にはマスキングを施しておきました。マスキングを剥ぐとこんな感じになります。塗装を行うことで血色が出てより精気を帯びた顔になったのですが、まつげの部分や眉毛の部分が色に埋もれて消えかかっています。そこでエナメル溶剤を使って該当の部分を拭き取っていって、元の印刷部分を蘇らせていきます。拭き取るとこんな仕上がりになります。全体的に艶消しで仕上げていくんですが、瞳の部分だけはキラキラに仕上げたかったのと、あとは全体のエナメル塗料のコーティングの意味も兼ねて光沢のラッカークリアを塗っておきました。最後に瞳の部分だけをマスキングして、全体を艶消しのクリアでトップコートしてあげれば、顔のパーツの塗装は完了です。最後に頭部を組み立ててボディーパーツとドッキングすれば、プラマックス四季並みアスカラングレーの完成となります。それでは完成した姿をご覧ください。いかがだったでしょうか。今回はプラマックス四季並みアスカラングレーを自分好みに制作してみました。制作を振り返って苦労した点はやはり胸部アーマーのパーチですね。普段私は美少女プラモを作る際に胸を持ったりすることはないので、制作しながらどういう胸の形にするのが正解なのか、いやそもそも胸の形に正解なんてあるのか、軽い哲学を感じながらしこしことヤスリを続ける日々が続きました。まあどうにか理想とするプロポーションになり、今は一安心です。うっふう、最低だ。悲しみの今回使用したキットの総評ですが、前作のマリも良かったのですが、今回の動画の最初にお話しさせていただきました通り、パーツの感合が甘くスナップフィットのキットでありながら、組み立ての際には接着が必須な感じだったんですよね。その点今回のアスカはパーツがポロリすることが一切なく、パーツの接着に抵抗を感じる初心者の方にもおすすめすることができるキットにアップデートされています。色分けもほぼ完璧に再現されていますので、そのまま作っても十分楽しいキットですし、ちょっとワンランク上の完成品を目指したい方は髪と肌のパーツに艶消しクリアをスプレーするだけでもぐっと良くなると思います。もちろん腕に覚えのある方は全塗装しても楽しいです。いろいろな方の楽しみ方に応えられる懐の深い本キット、次は綾波レイの発売が控えておりますので、そちらも楽しみです。本日は非常に長い動画にもかかわらず最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が面白かったと思われた方、もしくはもっとパージしても良かったんじゃないって思われた方は、ぜひ高評価ボタンで応援を、逆に見えすぎじゃないって思われた方は低評価ボタンを連打してお叱りください。次のプラマックスの綾波レイも制作する予定なので、こちらに期待していただける方はぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。ここまでのお相手はモルモットでした。またね。